小川健太は CBC テレビ報道部の記者で同局の元アナウンサー。愛知県岡崎市の出身で幼少期をアメリカ合衆国で生活したため日常会話程度の英会話が可能である。慶応義塾ニューヨーク学院への大学中には空手部の首相を務めた。後に日本へ帰国すると慶応義塾大学へ進学。当時の同級生に 俳優の先本大会がいる。大学卒業後の2009年にアナウンサーとして当時の中部日本放送へ入社すると7月17日にラジオの生ワイド番組正しげおの気分総会。朝から PON で初泣き。同期入社の佐藤美希郎とともにイケメンアナウンサーとして紹介された。後にラジオのスポーツ番組 若狭圭一のスポーンなどにも出演。同番組から誕生した二人組のデュオ、長岡健太名義で、先輩アナウンサーの長岡歩とともに、歌手活動も展開している。中部日本放送の文社化で、CBC テレビへ転籍すると、2017年に名古屋、テレビアナウンサーの大塚直子と結婚。結婚後に、アナウンス部から報道部へ移動したが、 移動後の2018年に第一死を授かった。ただし、報道部の記者に転じた後も、CBC テレビが、平日の夕方に中京ローカルで放送する、報道、情報番組で、フィールドキャスターを務めている。先元大会ブログ、テルヒクモルヒ2010年8月15日付、名古屋で再開の記事よりテレビでの初泣きは、7月18日放送の、なるほどプレゼンター。 花坂か、タイムズ内 CBC ホームページ内のアナウンサーコンテンツ、たまり場での初登場は8月6日。7月25日の CBC ラジオ祭りでは、アナウンサーブースで店長を務めている。CBC テレビ、ちゃんと公式ツイッターから、https コロンスラッシュスラッシュツイッター .com スラッシュ CBC、ちゃんとステータス。 112計3841兆1518億8110万 9507?S イコール21。ありがとうございます。